動画はデッドバイデイライトとのパートナーシップのもとお送りします。画面の前の皆様こんにちは、ベルクラでございます。やっていきましょう、デッドバイデイライト。アップデートが来ましたね。ナース、弱体化などなど言われておりますが、まあ使用感的には私なんか自分的には使いやすくなったかなっていう気がするんですけども、今回持っていきますのはマッチ箱というウルトラレアアドオン、ブリンク回数1回になっちゃうんだけど、その後、その後じゃない、基本の移動速度が 4.4 秒になる。まあこれはですね、まあ、大体ハントレスぐらいになると、プラスちょっと雲を持っていくんで持て遊ばれる獲物ね、なのでオブセからどんどんね加速していってっていう感じ、うん。でもう一個のアドオンも、持ってきてまして、こちらがね痙攣する呼吸っていうものになってます。まあ効果発動するとですね、まあブリンク後の攻撃がね、命中すると、ブリンク発動が不可になると、うん。その代わり、その間60秒間、その後のね60秒間、移動速度が 4.6 になると、トラッパーぐらいね、うん。でこれがですね、以前の仕様とプラスされて効果発動時に効果音が鳴るらしいです。まあ、多分サバイバーに聞こえるんでしょうね。だからあ、このナースは移動速度が速くなったぞっていうのがバレるのかな、おそらく。サバイバー側でこれを体感してないんでちょっと分かんないんですけど、おそらくそうなんじゃないでしょうか、うん、という感じです。で以前紹介した通り、ナースのブリンク攻撃が通常攻撃から特殊攻撃に変更されてますんで、まあそれに伴う、ずさんな肉屋とか、そういったものが、特殊攻撃後発動しないということになります。うん、はい、やっていきましょう。さあ頼みますよ。おお、ブラボ2つ。今回ね、ちょっとなんかネットフリで、そういえばね、ネットフリで見れる面白いものを紹介してほしいって以前生放送で言われて紹介したいと思います。今の国のアリス、うん、これ以前シーズン1紹介したと思うんですけど、シーズン2こちらもねご紹介したい。マジで面白かった。今の国のアリス全部一気見しちゃったよ。これどういう映画かという、どういうドラマかというとですね、もう映画みたいなもんなんだけどね、嘘楽してマジでなんでなんでそこはカラスの巣でしょ、地上部追跡者でわかるからな。オッケー、あ、これちょっと待ってね、今の国のアリス紹介これでヒットしたんで移動速度 4.6 になります。何？うめえな。まさかのデッドハード。しかし 4.6 なんで、これトラッパーの移動速度感はありますんで。多分音が鳴ってるから気づいてるはずだけど、もしかしたら気づいてないのかな。オッケー。いや、これ気づいてなかったみたいだね。で、今の国のアリスってのはどういう映画かというと、主人公アリスはですね、友達と3人でね渋谷の街に行ったんですけども、そこでねなんかある、花火がバーンと上がってね、わーみたいな感じでね、うん、綺麗みたいになるわけですよね。でその後に、車、が行き通る交差点のところ、行き交う交差点のところに、でそこでですね、警察官に追われて、渋谷のトイレに入るわけ。そしたらね停電が起きて、なんだなんだと思って外出ると、街の人々が忽然と全員消えるという現象に見舞われるっていうね、結構大風呂敷広げる展開なんですよ、ストーリー的には。でいたいたいた、4.4 だからね俺。でこの誰もいない世界何なんだって言ってたら、なんとね
そこであるゲームに参加させられるわけです。でこのゲームを解かないと出れないみたいな。でそのゲーム失敗する、あ、しまった、失敗すると死んでしまうというね、デスゲームの始まりなわけで、うん、いわゆるデスゲーム系のね作品です。出はるかな、出はる、ある、あるだね、 OK。でこのゲームに勝つことによって、その国、誰もいないその渋谷に、滞在するビザがどんどん更新されるわけですね。で、ドアドッキーいかんぜ。オッケーオッケー。どうしようかな。持つか。今ブリンクできないからね。で、まあ、シーズン1もいろんな特徴的なキャラがね出てきて、もう いろんなデスゲームをかいくぐり、生き延びてきた主人公たち、はい、がですね、今回シーズン2新しくね、トランプのキング・クイーンとかに見立てた、ゲームマスターたちと戦い、その全員倒した暁にはこの世界の謎が解けるみたいな話になってくるわけで、まあもちろんストーリーも面白いんだけど、キャラクターの深みだね。うん、この、まあ、世界で新しく出会う、特徴的な個性豊かな、登場人物たちのバックボーンも、ここの世界に来る前のね、よいしょ、バックボーンのエピソードも時折入ってくるんですよね、うん、でどういう人物だったのか、そして今はなぜこういうことをしているのかっていう、このね、ストーリーラインがめちゃくちゃ面白いのがまず一つで、 CG がしょぼくない、もうこれめちゃくちゃ重要、こういった映画において、うん、日本映画ってなんかちょっとどこか CG がしょぼいみたいなところあるじゃないですか、印象で。全くない、こういうところが。よっ、バレてんだよ。ここからブリンクできないけど、 4.6 なのでふわーっと、なんかもう周りに白いあれが出てるけど気づいてないか、もしや。オッケーオッケーオッケー。もう CG がね、もうめちゃくちゃすごいんですよね。でシーズン2で完全に終わりとなります。あ、いい切り返し、やるじゃん。ほう、オッケー、おいしょー、倒して、おお、もう来てる、おいしょー、これはもう普通に追いついちゃうねオッケーそういうことだ。で最初の裸の男のシーンめちゃくちゃいいです。あのヤマピーがすっ裸のね、ケツ丸出しで出てくるシーンめちゃくちゃいいです。最高です、あの肉体美、最高です。ほんとぜひ見てほしい。戻ってきちゃったね、よいしょ。これあれだな、一人ディストーションいないか、なんか映ってないんだよな、さっきから。よいしょ、ディスできた、されたか。いや十分戦えてるな、ここで。プレス漫画追いかけさせていただくよ。よいしょ、
普通に殴っちゃう。だからナースを相手にしているときに距離増しがないんで、なんかものすごい遠くからあの1回のブリンクで近づいてくるみたいなことはなくなったかなと思います。おおお、こっちに逃げる。あら、違ったか、下に降りたか、こちら側に逃げるかなと思ったけど、ちょっと露見使ってみましょうか。残り2人どうだ、見えない、一人も見えない。大体露見って一人ぐらい見えるんだけど、一人ディストーションなんじゃないこれ。一旦戻ってみよう。ちょっと露見が回復してからもう一回使ってみましょうか。あれ、いじって当たるね。下かなこれ、下だろうね。この辺のロッカーちょっといじってみますか。この辺ね。どう？あれ？マジで？いや、ここほら結構いじった後あんのに見えてないな。これディストーションいるな。ディストーションって反応すると足跡も消えちゃいますからね。結構厄介だぞ。一回こっち行ったふりして戻ってみようか。どうしようかな、奥やってるかな。もう一回。お、見えない。あちょっと、これ絶対ディストーションだねこれ。ミカエラディストーションなのかな。カッシルがなんかディストーションっぽいんだよな。さっきあそこの発電機ついたね。あそこロッカー絶対あったはずだから、これディストーションだね。ロッカーの近くだったはずなんでね、あの発電機。ちょっと一回蹴っとこう。こっからブリンクね、60秒間できないんで、まあ、あと30秒ぐらいか。はい、いや絶対これそうだわ。でもディストーション3トークン、標準3トークンで、新音範囲内にいれば徐々に回復するんだけども、3トークンだからガンガン消費させるのはありかも。真ん中抜けたかな。もう一回ちょっとディストーションに対抗して開けたいね。あー、見えてるな。だからまあミカエラはディストーションないんだろうかな、おそらく。あ、入ってる、助ける。やるじゃねえか。ここはしっかり全滅させていただくよ。ん？こら！まずはディストーションを沈めましょう。この子はもう釣っちゃおう、俺は。お、倒さない。レッドハートだな。はい。まあ、間違いなくディストーションじゃないかな。とりあえず釣っちゃいます。で、ミカエラはディストーションだったとしても使い切ってるはずなんで、さっき映ってる分。さあ、どこに逃げたかな。ロッカー開けてみましょうか。ロッカー、ちょっとロッカーが遠いな。ロッカー遠いな。だからデスゲーム系、ちょっと話戻りますけど、デスゲーム系の作品って、結構その特殊な環境が多いじゃないですか。まあ、キューブに関してはかなり特殊な環境だけど、低予算で作れるような内容になってる。密室っていう。
状態なんですけども、ほっ、 OK、 それでは全滅させましょう。私は結構 CG って大事だと思ってるんですよ、うん、やっぱ特殊な環境に追いやられるんで、没入感みたいなのが失われると急に冷めちゃうから、うん、特に今の国のアリスみたいな忽然と人々が渋谷から切れましたっていう時に CG がしょぼいと、その現実味がないからね、うん、リアリティがなくなっちゃうからね、で没入感が失われるっていうね。はい、全滅しましたと。久々にナース使ってるけど、なんか遊びやすくなった感じがある。まあブリンク1回の構成での挑みでしたけども、2回3回にしても面白いかもしれませんね。うん、そんなこんなで、ナースのナーフでございました。よかったら評価の方どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さんの良きゲームライフの方に乗っております。ベルクラでございました。お疲れ様です。